じゃあまず最初の質問なんですが、はい、あのこのお店についてちょっと教えてもらいたいと思います。あのどういうふうにお店が始まって、いつ頃始まって、あのどんなふうにこのお店が、まあ、営まれていたのかというところを簡単にお聞かせいただけますか。ここはあのお父さんが終戦直後に、はい、やった店で、だいたい60年ぐらいになりますね。60年、はい、なるほど。そうかそうか。そこからずっ と、お店としては何を、あの商売は何をやってるところですか。まあ、だいたいお蕎麦屋さんですね。ラーメンとか味噌ラーメンとかチャーハンとか、それから、中華飯とか、そういうのをやってるんですよ。なるほど、はい、そうですか。お店の規模はどれぐらいですか。だいたい下の方でお客さんが26人、25、6人ぐらいです。あと2階が30人ぐらいですかね。そうですか。2階と1階は同じ作りですか。その2階もテーブル、あの普通にこう席があって、2階はあの座るような座敷ですね。個室になっている。はい、下の方はあの普通のテーブル の、 あの店です。そうですか、はい、あの何人ぐらいその昔は、従業員は雇ってらっしゃいましたか。昔は4人ぐらいですか。4人ぐらい、はい。それはあのホールといいますか、あの キッチンのシェフを雇っていたのか、あの 両方で、うん、あの4人ぐらいですね。両方で4人ぐらい、はい、なるほど。お客さんの入りはどうでしたか。そこそこありましたね。なるほど。60年長いですね。お父さんはいつからそのこのお店の オーナーとして働いてらっしゃるんですか。お父さんが引き継いだのはいつ頃ですか。引き継いでから何年になるの。46年か、46年、昭和46年だから 40年はなった。私がやってからは40年になりますね。40年ぐらい、はい、そうですか。でずっと、同じようにあの、まあ、中華ラーメンだとか、はい、中華とかそういうものを作られてきたわけですね、はい、なるほど。あの分かりました。ではあの震災後についてちょっとお聞きしたいんですが、今後どうしようかというところのお考えになっていることをお聞かせいただけますか。震災起きてからあの店これからやるかやらないかというのはやっぱり自分との年齢との戦いですね。今私65になるから、あとやいくらやってもせいぜい6年か7年ぐらいかなと思うんですよ。なるほど。あの、まあ、とはいえお店をもう一度やろうという気持ちをお持ちだと思ってます。なるほど。あの具体的にもういつぐらい、いつからどういう形で始めるかということはお考えですか。できればすぐやりたいんですけど、やっぱりそれもいろいろ条件があって、この近辺の商店もある程度やらないと我々の商売も軌道に乗らないんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。もうすぐにあの、まあ、周りが準備ができればここのお店で始めるつもりですか。そうです。場所もここで、はい、もうあの仮設とかはなく、最初はここあの次店やあの再起するまで仮設も悪くはないなと考えてます。なるほど。そうですか。あのでは、まあ、もしその仮設とあのここでというところで分けてお聞きしたいんですけれども、じゃあ例えば仮設の時に場所はあの始めるお店を持つ場所はありますか。あの場所はどこか、あここでお店を始められるという場所は あのいくつか候補っていうのはありますか。役所とあの商工会議所の方であのやる場所というのを何箇所かこう設定してるみたいなんです。なるほど、はい、役所の方で揃えてくれると。場所は、まあ、もしかしたら準備してくれる。どっちかというと商工会議所でしょうね。なるほど。ではあのそこで始めるために必要なあの器具といいますか、キッチン用具だったり、はい、そういったものはあの今お持ちでしょうか。もしないとしたら何が。あ今あの震災で流されてしまって、うん、何もないんです、うん、でも今度やるとなれば少しお金かけないで、うん、中古の品物でもいいかなと思うんです、
具体的に必要になるものをお聞かせいただけますか。冷蔵庫が一番ですね。冷蔵庫、はい。その他にはあとその他にテーブル、あと腰掛けですか。腰掛け、はい。あの冷蔵庫はサイズはどれぐらいとか、テーブルもいくつとか、そういうのはありますか。とりあえずあの我慢してあんまり欲張らないで、あの家庭用の冷蔵庫の大きいやつがでもいいかなと思ってます。家庭用の大きめのやつですね、はい。テーブルは何かこういったものっていうのはありますか。あんまり贅沢は言ってられないですかね、まあ、とにかくお客さんが座れればいいと、はい、来てや そんなにあのなんていうんですかね、あ汚いなとか そういうふうにならない程度だったらそれでもいいかなと思うんですよ。汚くなければそれで、はい、まあいいと。分かりました。あと仮設の時には人は誰か雇えると思いますか。とりあえず2人だけで頑張ってみます。2人で、はい。あとはあの食料といいますか、あの何でしょう、具材はあの調達はできそうですか。できますね、それは大丈夫です。具材調達は OK と。特にそこは、まあはい、今までのつながりのところから仕入れられる、はい、分かりました。ではあのこのお店でオープンする時のことについてちょっとお願い、あの聞きたいんですが、まあ、場所はもちろん、この場所ですね。で備品に関しては先ほどは、まあ、中古でもということでしたけれども、あのここでお店をオープンする、再オープンするとなった場合にはあのどういったものを必要とされますか。うん、あのせめてあの照明器具と それからテーブルとか腰掛け、少しいい、うん、あの前のね仮店舗よりもいいやつをやりたいなと思って。うん、全部ちゃんとしたお店として成り立つもの、はい。あの先ほど冷蔵庫というふうにおっしゃられてましたけれども、やはり冷蔵庫は今度も必要ですよね。もちろんです。うん、あとその他 その厨房器具といいますか、そういう部分はあのどうでしょうか。掃除すれば使えるっていう感じ。あのガスも、うんうん、掃除すれば、うん、よく焼いて中の泥出せば使えるっていう、うんうんうん、なるほど。あと自動食器洗い切りなんかは なんとか2人でねや洗って使っていこうかなと思うんですよ。なるほど、そこはなくても大丈夫。はい、はい、人はこの場合また雇う予定はありますか。今のところはないですね。また最初は2人で、はい、分かりました。あと軌道によって忙しいようだったらまたあの人にあの人のところを雇おうかなとは思って。なるほど、分かりました。お客さんについてどういう考え、今の来月とか、あのそうですね、であのお客さんがあの入ってくるか、お客さんの入りというんですか、仮設の時、はい、お客さんはどれぐらいちゃんと来ると思いますか。そして常設ここでまた開いた時、今までとお客さんの入りは比べてどうなると思いますか。多少は減るんじゃないかなと思うんですよ。なぜかというともう今中高年の人が多いですからね、街の中で、うん、だからそこで、うん、このような震災あった場合、もう一度あのじゃあここに住んで行こうかっていう人もいくらかは減ると思うんですよ。うん、なるほど。お客さんの数は減ってしまうかもしれないけれども、まあ、とにかくもう一度オープンしてやりたいですね。わかりました。 How about what level of customers would they be happy with that they think it's on the right track? あのもしこのお店がもう一度オープンしてあのお客さんを呼べるようになったら、お客さんはどういうふうにあの喜お客さんも同様に喜ぶと思いますか。 About how many, you know, how many like, you know, daily customers would they feel it was working or on the right track? そうか、あのどれだけのお客さんが1日に入ったら、あちゃんと軌道に乗ってきたなと、昔のようにできるようになってきたなというふうに思いますか。まだで80人ぐらいが目標ですね。1日80人ぐらい来れば、まあ、まあ、なんとかなんとかなるかなと、はい、分かりました。はい、じゃあ